84年に最も期待がかかる全日本プロレスの2大看板を立つ鶴田天竜が登場してまいります。いよいよ84年に始動いたしました。同地の開幕メインイベンターはジャンボ鶴田、そして天竜です。堂々の入場。今夜の相手はリング上アメリカの成長株スティーブ・オルトノスキー、リー・キニスキー組との勝負であります。さあジャンボ鶴田天竜が颯爽と入場してまいりました。控え室では雄大な闘争、夢、それから人生観など目を輝かせて語ってくれました2人であります。本当に体中からエースの自覚が漂っております。ジャンボ鶴田天竜チーム。試合に先立ちまして両チームより日本テレビより花束の贈呈でございます。試合に先立ちまして日本テレビから両チームに花束の贈呈。遠来のアメリカから、それからカナダからやってまいりましたスティーブ・オルソノスキー、ケリー・キニスキーに今花束の贈呈。ジャンボ鶴田天竜の2大看板男に花束の贈呈でございます。今年のマット界の中心的な存在ジャンボ鶴田天竜、さらに羽ばたけ84年の男たちです。本日のメインイベント100マッチ60分一本勝負を行います。青コーナー260パウンドケリー・キニスキー、あのアラフォー氏2世です。ケリー・キニスキー。245パウンドスティーブ・オルソノスキー、アメリカではスティーブ・オーというふうに言われておりますスティーブ・オルソノスキーです。250パウンドテンリー・ケンシロー、ユナイテッドマスならヘビー級王座が今年最大の目標です。天竜引き締まった表情、今年は黙ってリング上で勝負というインター王者ジャンボ鶴田。さあ勝負は45分の一本勝負。さすがに山田さん、ファンがまあ今年大いに注目しているだけにジャンボ鶴田天竜に対する声援、それから五色のテープの山、これがもうまさに表してますね。そうですね、まあ、やはり全日本プロレスを代表する看板男2人、まあ、この2人がチームを結成していったら本当に怖いものなしという感じなんですかね、はい、そうですね、まあ、ファンの皆様方も大変にこの2人には期待をしているようですね、しかも年明け早々このコンビがですね、非常にフレッシュなスティーブ・オルソノスキー、ケリー・キニスキー組と対戦すると、はい、このカードはやはり、見逃せないですね。そうですね、勝負は45分の一本勝負で始まりますが、外人チームはまずケリー・キニスキーが登場、そして2大看板チームはまず天竜が先陣を切って登場でございます。さあ好勝負が期待されます。今夜のメインイベント、デビュー以来ジャンボ鶴田選手は11年目、そしてリング上の天竜は今年8年目を迎えますが、共に期待感がいっぱいのこの昭和59年のリング上です。まず山さん、天竜ですけれども、まさにこの天竜は風雲のぼり竜というような異名がありますが、今年が本当に勝負の年じゃないでしょうか。はい、去年1年はですね、非常にある意味で充電期間、我慢の時だったと思うんですね、はい、それで非常に成長はですね、じり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 とも上がってきてですね、大変に大きなものがある、今年それを花開かせる年だというふうに私は見ますね。まさにこの悲願 UN 王者ということになりますけれども、あのテッド・デビアスをいつねじ伏せるか、今年の課題ですね。はい、やはり今の天竜選手に最も必要なことはやはりシングルのタイトル、はい、これしかないと思いますね。本当ですね、去年の暮れからしばしばこの天竜と会う機会があったんですけれども、この王者と山田さん無冠のいわゆる差をですね、ひしひしと感じましたよというふうに言ってましたね。まあね、これはなんて言いましょうか、格闘技の世界というのはやはり腰にベルトを巻いてるかいないか、この差は大きいですね、はい、さあ外人チームの展開が早くなってまいりました。ケリー・キニスキーが場外、そしてトップロープからスティーブ・オーが今空中のエルボーを打ちました。そうですね、なかなかオルソノスキー早いですね、はい、さあ注目の男スティーブ・オルソノスキーが今リング上に現れました。まずドロップキックを打って天竜を威嚇、そのまま抑え込みに行きます。カバーの体勢に行きましたスティーブ・オルソノスキー、いかにも若々しくブルーで統一したトランクス、そしてリングシューズであります。さあ反対に今度はトップロープから期待のジャンボ・シルトが空中エルボーでお返し、空中合戦は1対1、負けてませんね看板男2人。そうですね、やはりまあこういったところ日本のホームリングですから、はい、
やられたらやり返す、目には目をということでしょうね。大いに張り切る全日本プロレス2大看板男、天竜が行きます。そしてジャンボ鶴田がまずオープニングドロップキックを打ちました。正月のマット上一番最初に打った技はドロップキックです。ジャンボ鶴田大変にね、天竜選手鶴田選手息が合ってますね。はい、まあ、あの新春ということで、また心を新たにですね、はい、このチームというもののコンビネーションワークを誓い合ったというふうに聞いてますけれどもね。はい、明治神宮に2人で参拝に行きました。まあ、天竜の方は瀬戸デビオスを倒して UN のベルトをというこの悲願を祈願したそうです。それからジャンボ鶴田の方は今年は山田さん黙ってリング上で勝負というふうな表現を用いたんですけどね。はい、まあ、いわゆるインターヘビーですね、はい、これを死守するという重大な使命があるわけですが、はい、それと同時に進行していくのがですね、本当の意味での世界取りですね、はい、これはやはり、鶴田選手にとっては悲願どころかも日本中のファンが待ってることですからね、はい、もう何が何でもやらねばならアタックまたアタックということでしょうね。ジャンボ鶴田の出番が来ましたらそのあたりじっくりと伺いたいと思います。天竜がなかなか力強い攻撃、ケリー・キニスキーを場外に送り出したところです。外人チームケリー・キニスキー、スティーブ・オーのつなぎが非常にいいようです。あーっと張りがかりで攻めて正面からジャンピング2パッドですか。ジャンピング2パッドですね、しかもそれがね面白いことにあのフック気味に決まりましたね。はい、上の部分を捉えました、はい、再びケリー・キニスキー登場。天竜がちょっと一人舞台というよりもジャンボになかなか渡せませんね。そうですね、なかなかね、やる外人チームはのんびり試合をやっていそうに見えて自分たちの守備範囲というものを実にうまく守ってますね、はい、そしてもう一人注目の男スティーブ・オルソノスキーが今登場してまいりました。ここで天竜からさあジャンボ鶴田にタッチが行われました。このジャンボ鶴田の80年最初のインターナショナルヘビー級のベルトのチャレンジャーがこのスティーブ・オルソノスキーです。まず相手を生かすジャンピング2パット躍動する鶴田、素晴らしいジャンピング2パット、うん、顎のセンターを捉えました。いいですね、非常にあのジャンプ力がね、はっきり分かりますね。はい、なんと言いましてもプロレス大賞の最優秀選手 MVP を獲得したジャンボ鶴田、非常に躍動感のあります驚愕のリング上を務めています。文字通り山田さん、プロレス大賞の MVP というのは日本一のレスラーの栄誉を取ったわけですからね。そうですね、まあ、ただ単に強いだけではなくていろんな意味でですね総合点ナンバーワンということですね。そして先ほど話にありましたようにインターナショナルヘビー級の王座を獲得、まさにこれは快挙でした。そして NWA、AWA 両世界チャンピオンに勝ちました。昨年の実績であります。今年こそ山田さんのご指摘にもありましたがベルトを巻くとし、もう本当にベルトを巻くというのはもう目前まで迫ってるんですけどね。はい、本当にねありとあらゆる意味で機は熟したりというところなんですが、はい、もうこのねあとちょっとの壁をどう越えていくか、これはやはりね鶴田選手の一日のファイトにかかってると思いますね。そうですね、まあ、クレも一生懸命キヌタの道場で練習を積んでおりましたこのジャンボ鶴田ですけれども、彼に期待するもののもう一つは新しい必殺技プロシ技、これの開発でしょうか山田さん。そうですね、やはりあの鶴田選手というのは今もう全世界のレスラーの熱い視線を浴びている注目の選手ですね、はい、それだけに彼が一挙手一投足というのは全てもう知られ尽くしていると、はい、見ていいでしょうね。サイドスープレックス見事に決まりました。そういった意味ではやはり誰も知らない新しい技の開発というものはこれはもう絶対に必要だと思いますね。私たち報道陣にもまだまだ内緒の段階というふうに言っておりましたけれども、地道に努力しているようですジャンボ鶴田。そして再びたくましい天竜に変わりました。外人チームのちょっと紹介が遅れたんですけれども、ケリー・キニスキーは2回目の来日ですね。そうですね、そうですね、はい、どうですか。見るたんびにお父さんのジン・キニスキー、はい、アラフォー氏と異名を取って、NWA の天下を制した男、うん、だんだん似てきますね。そうですね、体つきなんかも後ろから見るとですね、はい、ジン・キニスキーの前世紀そっくりですね、はい、で非常にね動きを見てますとやはりお父さんにのラフファイターという感じがしてきましたね、さあケリー・キニスキーから今度はスティーブ・オルソノスキーにタッチが今行われました。アトミックドロップに取ります天竜、そしてエプロンによりましたジャンボ鶴田が待ち受けておりました。さあこの2人で新春のインターナショナルヘビー級のタイトルマッチが行われるんです。
さあどういう風になるでありましょうか。来週の室蘭大会放送ではもちろんお送りいたしますけれども、今年最初の防衛戦インターナショナルヘビー級のチャレンジャーはこのスティーブ・オルソノスキーと決定いたしました。山さん、このスティーブ・オルソノスキーは全日本プロレスのマット初登場ですけれども、あのバンガニアジム出身ということで、まあ、新鋭という、折り紙が付けられました選手なんですけれども、実力ありそうですね。そうですね、あのいわゆる決して体は大きな方のタイプではありませんけれども、いわゆるバンガニア好みといいましょうか、いかにもあのバンガニアのレスリングスクール出身者らしい、はい、非常にあの小味の効いた選手ですね。そうですね、はい、一度はあのおととしになりますか、春に来日が決定していたんですが、左手首を骨折して、まあ、断念したことがありましたね。そうですね、あのジョージア地区ではですね、はい、なかなかあの名前の通った選手で、まあ、先ほど倉持さんもおっしゃってましたけれども、向こうではスティーブ・オーということでですね、はいはい、大変に通ってる選手ですね。あの動きそのものを見てますと非常にあの細かいですね。そうですね、はい、そのジョージア地区の敏腕の非常に力のあります大物プロモータージム・バーネットさんが、このスティーブ・オルソノスキーは次期世界チャンピオンの候補の器だというふうにはっきりと言っておりました。このオルソノスキーもですね、ポーランド系の選手なんですけれども、たまたまあの考えてみましたら、はい、ケリキニスキーもポーランド系ですね。今日は図らずもポーランドコンビということですね。そうですね、まあ、ポーランドというのはあのヨーロッパにありまして、大変にあの恵まれない国、はい、大変に歴史的には悲しい国ですね。なるほどね、まあ、それだけに反骨心の強い、大変にあのいい選手が出てますね。なるほど、まあ、昔で言うと大黒柱スタニスラウス・ズビスコなんていう超名選手が出ておりますけれども、はい、非常にあの辛抱強いタイプなんですね。なるほどね、このファイトを見ておりましても本当に成長株伸びそうだなという雰囲気ありますね。うん、そうですね。さあスティーブ・オーから再びケリー・キニスキー、すごい飛び道具ドロップキックを見舞いました。ジャンボ・ツルタも負けじと前進いたしますが、おっぽり投げました。お父さんはあのジン・キニスキー、第45代の NWA 世界ヘビー級のチャンピオン、その息子ケリー・キニスキー、まさにアメリカそしてカナダもジュニア時代を迎えております。いろんな選手が去年から今年にかけまして花開いてますね。山さん、そうですね、まあ、二世レスラーというとね、はい、まあ、ただ単に、お父さんの名前で有名になれるんじゃないかというふうに思われるファンの方もいますけれども、このケリーにしても本当に自分の力で這い上がってますね、はい、もう自分の手で育てずにですね、ジン・キニスキーは自分のライバルであったあのドリファンクジュニアにこの、はい、自分の子供を預けて、 そうなんですね、それで育て上げたと、やはり他人の飯を食わしたわけですね。2人がかり2プラトンの攻撃どうですか。ジン・キニスキー、ケリー・キニスキー、親子2代で世界制覇の夢もあるんじゃないでしょうか。まあ、可能性は十分ありますね、さあそのケリー・キニスキーからスティーブ・オルソノスキーのタッチ、さあ全日本プロレスの看板2代男、今度はショルダーバスター、うまく相手を膝の上に乗せました。天竜の力強い攻撃出てまいりました。あのスティーブ・オルソノスキーがですね、意外に軽量なだけに、天竜通った両選手が、はい、軽く試合をやってますけれども、なかなかダメージを奪うまでにはいってないですね。そうですね、さあ豪快な天竜の振り向きざまのフライングエルボードロップ、素晴らしいポジションを取って3メートル以上空中を飛んでエルボーが当たりました。ここでちょっと動きの止まりましたスティーブ・オルソノスキーを2人がかりのやっつけます。スープラトンの攻撃に出た、本当に力強い日本柱、全日本プロレス今年期待のジャンボ鶴田天竜です。もうお客様は鶴田天竜が出てまいりますと本当にガーッというような歓声が沸き起こりますけれども、それだけお客さんも期待しているんでしょう。本当にどん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 リードしなくてはなりませんね、今年のプロレス界をね。山田さん、そうですね、まあ、非常に力強いコンビだけにね、もうより一層のそのファンの期待というものが、まあ、両肩に重くのしかかってくる、それを受けて彼らがどういう風な展開を見せるか、ここがやっぱりあの今年の全日本プロレスの最大の見どころですからね。そうですよね。さあそのジャンボ鶴田を筆頭に大いに暴れなくてはなりません全日本プロレスの新鋭2人、今度はケリー・キニスキーと、ケリー・キニスキーが技を切り返しました。やはり1回目の来日の時よりも日本のマットに慣れているというような感じがありありと分かりますね。そうですね、バックを打った、大技を持っていくか、アートビックドロップに取った、鶴田タジタジ、鶴田タジタジ、ここでカバー、ケリー・キニスキーがカバーの体勢、鶴田返しました。
まあ、当然ね、その後あの全米のマット界はですね、はい、あちこち歩いてやっぱり成長してますからね、はい、2人のコンビネーション非常に呼吸が合っています。ジャンボ鶴田がちょっと打たれました。そしてこの非常に、ね、積極的になりましたね、はい、ケリー・キニスキーは。そうですね、はい、そして父親譲りでいかにも頑丈そうですね。はい、大変にすごい体しますね。今空中を飛んでジャンピングニーパット、顎の先端に当たって、そしてルーティーズバリのバックラッパー、新春のマットから出て手四つの体勢で豪快に決めました。ルーテーズバリのバックドロップ、新春から火を吹きました。ジャンボ鶴田の今年を象徴しているかのような素晴らしい原爆固め、綺麗に決めました。あっという間に勝負をつけました。すごいね、今のバックドロップはひねりが効いてたですね、本当ですね、はい、これは見事でした。素晴らしいバックドロップを見舞いましたジャンボ鶴田です。さあ、新春ジャイアントシリーズの一つの目玉はジャンボ鶴田対スティーブ・オルソノスキーのインターナショナルヘビー級のタイトルマッチでありますけれども、果たしてどうなるでしょうか。来週に迫ってますがね。そうですね、なかなか油断のならないチャレンジャーですね。はい、はい、まあ、非常に出足好調なジャンボ鶴田天竜組というふうにご紹介しておきましょう。